ウィリアム・ランドルフ・ハースト、ウィリアム・ランドルフ・ハースト、1863年4月29日から1951年8月14日は、カリフォルニア州サンフランシスコ生まれのアメリカの新聞発行人、新聞王と呼ばれた、アメリカのメディアコングロマリット、ハースト・コーポレーションの創業者、映画、市民記念のモデルとしても有名、父ジョージは、 ゴールドラッシュ時代に銀行さんを当て、富豪となった炭鉱のオーナー。後にカリフォルニア州の上院議員になった。母フィービーはミズーリ州の学校の教師。10歳の時に母親とヨーロッパ中を旅行し、見聞を広める。ハーストは16歳でニューハンプシャー州コンコードにあるセントポール高校に入学。 ハーバード大学に入学するも、1882から1885、学位を取らずに退学。その後1887年、父親が、賭博の担保として入手した、サンフランシスコエグザミナーを譲り受ける。彼は同志を、ザ・モナーク・オブ・ザ・デイリーズに、改名最良の設備と、才能ある作家を得ることに。その後、ハースとは、 お食の曝露とインスピレーションで満たされた物語を数多く発表している。1895年にはニューヨークモーニングジャーナル誌を買収し、ジョーゼフ・ピューリッツァー、ニューヨークワールド誌の所有者との発行競争が勃発。購読者数を増加させるために、両師はキューバの暴動に関する記事を多く掲載していくことになる。両師の記事は真実を伝えるものよりも、 市民感情を煽るショッキングなものが多かった。例えば、スペイン軍がキューバ人を強制収容所に入れ、彼らが疾病と上で苦しみ死んだなどという、鉄道記事やでっち上げ記事で民意をコントロールし、スペインとの戦争、米西戦争までを引き起こしている。イエロージャーナリズム、ジャーナル中のコマ漫画、イエローキットの名前に由来するの用語は、戦場的に扱われた。 新聞記事のスタルに使用された。多くの人々が、ハーストは、自身の新聞の売り上げを伸ばすために1898年の、米西戦争を古代に報じたことを知っている。彼の政治経歴は、大統領イリアム・マッキンレイの暗殺に絡んで、事件の数ヶ月前に出版したアンブローズ・ビアスによる、フーシ氏が、マッキンレイ暗殺をほのめかしているとの指摘を受け、痛手を受けたことも、 1903年に、ニューヨークで22歳の美しいショーガール、ミリセント・ベロニカ・ウィルソン、1882から1974と結婚。出会いは、彼女がまだ16歳の時、20歳近く年齢が離れていたが、彼らは5人の息子を設けている。ジョージ・ランドルフ、1904から1972、ウィリアム・ランドルフ・ジュニア、 1908から1993、ジョン・ランドルフ、1910から1958、及び双子のランドルフ・アパーソン、1915から2000、2000及びデイビッド・ウィット・マイヤー、1915から1986。婚姻関係は、ハーストの死まで続いている、1926年に、別居。アメリカ合衆国会議員。 1903年から1907年、ニューヨーク市長、1905年と1909年と政治家としての道を歩むが、ニューヨーク州知事、1906年選挙に出馬するものの、チャールズ・エヴァンス・ヒューズに敗北。この間、第一次世界大戦へのアメリカ関与に反対し、国際連盟を攻撃したこともある。彼の新聞の全国チェーンとニュースを配信する。 通信社の国際ニュースサービス社 i n s 後にやはり新聞チェーン系のアップと合併。組織、資本内容が変更されて UPI となるを加えて定期観光物はシカゴエグザミナー、ボストンアメリカン、コスモポリタン、ハーパースバザーを含むようになった。1920年代にはカリフォルニア州産シメオンの24万エーカー、970キロメートル、 の農場に、動物園付きの県乱豪華で、やや悪趣味な城を建造、通称ハーストキャッスする。この頃、元女優のマリオン・デイビス、本名マリオン、セシリア・ダグラス、1897から1961と知り合い、妻と別居して、マリオンと暮らし始める。初めて、ハーストと出会った頃のマリオンは、まだ十代半ばのショーガールだったが、五十代のハーストは、一目で、 マリオンの容姿と性格を機に、入り、直ちに彼女のパトロンに収まった。そして愛人であるマリオンのために、わざわざ映画制作会社、コスモポリタン社まで設立。強引に、彼女を映画女優に仕立て上げデビューさせただけでなく、自分が発行する新聞社の記事で彼女を大々的に宣伝した。しかし、その露骨なまでに愛人をプッシュする売り出し手法は、 大衆を大いに白けさせる結果となった。また、彼女自身、美人というだけで、あまり女優としての才能もなく、女優業よりも夜通しパーティーで遊び回ることに、夢中だったことも手伝い、莫大な資金をかけた割には、映画界の評価は看破しなかった。当然、ハースト参加以外の新聞、雑誌での評価は低く、結局大スターにはなれず、晩年は、ハーストの経営する、 新聞社の経営難により芸能活動をすることが困難になり1937年に引退。ピーク時には彼はいくつかのラジオ放送局及び映画会社に加えて28の主な新聞及び18の雑誌を所有。しかしながら世界恐慌は彼の財務状態を弱めた。1940年頃になると彼は巨大な コミュニケーション帝国のコントロールを失っている。1951年、カリフォルニア州ビバリーヒルズにて死去。彼が築き上げた、ハーストコーポレーションは、巨大、メディアコングロマリットとして、現在でもニューヨークに本拠構え事業は続いている。ハーストの生涯は、オーソンウェルズの映画、市民記念の中でも描かれている。ハーストはこの映画の制作を察知し、 映画が自分とマリオン・デイビスを侮辱していると考え、その公開を妨害しようと持てる影響力をすべて行使した評論家の買収や劇場への圧力など、監督のウェルズ及びアーコは当然圧力に抵抗したものの上映関数は減少し、当時24歳のオーソン・ウェルズの経歴にも傷をつけることとなった。多くの評論家が絶賛し、 アカデミー級部門ノミネートの有力作品にもかかわらず受賞は脚本賞の一つのみ。結果、この一連の妨害工作はアカデミー最大のお点とも呼ばれている。ちなみに、この事実は後にアーコ281の題名で TV 映画化されている。しかしながら、ハーストの死後、市民起念の評価は回復。映画史上に残る傑作の一つとして、 現在でも多くの映画人に影響を与えている。例としては、映画、ソーシャルネットワークなど。1924年11月19日、ハーストが、愛人マリオン、デイビスや、チャールズ・チャップリンを呼び、何人かのハリウッド著名人とも用した大型豪華、ヨットクルージングにおいて事件が発生。ナいだ号で公開中、映画プロデューサーのトーマス・エイチンス。 西部劇の父として知られ、早川摂州を発掘したが、心臓発作で死亡した事件がそれだ。これに関して、ハーストがインスを射殺し、その事実を隠蔽するために、自身の力を悪用したという噂が流れたことがある。ちなみに、2001年の映画、ブロンドと棺の謎の T キャットエスミオは、この噂に基づいた物語とされている。しかしながら、一般的な見解によれば、 そのような隠蔽はなかったとされている。1974年に、孫娘パトリシアが、左翼グループすら、シンビオニセ・リベレーション・アーミー、強制解放軍によって誘拐された、パトリシア・ハースと誘拐事件。彼女は、その後、同組織に加わり犯罪活動に没頭。悪名を馳せている。後に、銀行強盗の容疑で逮捕され有罪判決を受けている。 5人の息子たちは全員ハースト社の重役として家業に関わった。次男はハーストニュースペーパーの編集長を務め、フルシチョフのインタビューでピューリッツァ賞を受賞している。4男は父の後を継いで会長職に就いた。4男には最初の妻との間に5人の娘があり、誘拐事件のパトリシアは3女で、その娘リリはモデルをしている。4女のアンは、 2013年現在、作家 J. マキナニーの4番目の妻。10代の頃に、ドラッグで逮捕歴がある。最初の夫との娘アマンダはモデルをしている。ゴージョビクトリア・ハーストは、空手の有段者で、新日家。1974年に、日本の住宅輸入業者の招きで、初来日を果たしたの地況に至るまで何度か、来日している。女優を目指し、日本のドラマ、 服部半蔵影の軍団にも2回登場した。うつ病をきっかけに、キリスト教信者として生きることを決心し、現在不況センターを運営。過激なセックス記事を掲載することで有名な、ハースト社の女性誌、コスモポリタンの販売規制を求める運動に参加している。ハーストは5人の息子たちに、ビジネスの才能がないことを理解しており、遺言によって、 それぞれの息子の家系から一人ずつと、八人の親族外のメンバーによる、ハーストファミリートラスト、家信託を作り、ハーストグループの経営と財産管理を任せた。ハースト家の人間は、そのトラストから、生涯、年金を受け取れる。ただし、配偶者は、ハースト家の個々人が、その代で蓄財したものを除き、一族の財産は相続できない条項になっている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。